皆さんこんにちは、貧乏です。今日はですね、こちらの、ペペロンチーノかな、これ多分を食べてみたいと思います。これ意外とですね、重量あってちょっと測ってみましょう。見えるかな、ちょっと封体は抜いてませんけど、475g ありますね。結構ボリュームありますね。これね、これで500円なんですよね。500円安くないですか。これはですね、時計台ラーメンの隣のビルのどこかにある衝動買いしたあのパスタです。いただきます。よし、なんかね、鮭みたいなのも入ってるんですよね。あとキノコと、こんな感じで。いただきます。いい麺ですね。麺がツルツル、なんかキノコとね、ほうれん草かな、ほうれん草と鮭と、なんかいろいろ入ってます。ピーマンとか、ガバッといきます。キャベツ巻いてて、パプリカかな、これ。いろいろ野菜がたくさん入ってますね。味付けもちょうどいい。結構ボリューミーですね。食べ応えあって美味しいですよね、これ。素敵なパスタです、
これ言うの何パスタって言うんだ、ペペロンチーノっていうのかな。あ、落としちゃった。パスタってスイスイ入っていくイメージありませんか？本当気づいたらね、もうあっという間にもうなくなっちゃいます。皆さん、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。またねー。